今日僕の戦場のちょっと筋トレってことで対決ですか。このぐらいのちっちゃいやつ2つつければもう米だわらって一緒ですよ。まず1、そうですね、3つ上げてみましょう。これちょっとまずいな。はい、どうも皆さんこんにちは、ジンです。そして今日コラボなんですけど、皆様ごきげんよう、朝倉未来です。はい、お久しぶりです。久しぶりですね。はい、スキア対決でしたね。スキア対決以来ですね。その前にちょっとボンボンにされたスキア対決。マジで大丈夫かな。ってことで今日なんですけど、この間ちょっと格闘技でボンボンにされてしまったんで、今日僕の戦場のちょっと筋トレってことで対決ですか。対決をさせていただければなと思います。ボンボンないですよね。ベンチプレス対決ってこれすごいみんな大好きなんですよ。はい、なんか筋トレイコールベンチプレスみたいなのがちょっとあるじゃないですか。いや、わかんないですけど。そうですね。ベンチプレスとか普段されたりしますか。いや、僕ね、ウエイトトレーニング高くて3年ぐらい経ちますけど、はい、1回しかしようがないです。でも実際どんぐらい上がるとかわかりますか、ね、ベンチ。多分、80とか上がります。はい、おー、強いですね。体重が200とか上がるって言ったの。いや、200。ははははなめてるでしょ、強いでしょ。体重74とかですね。74で80ですね。はい、じゃ、みくるさんは体重のかける1倍が何回上がるかってので、はい、僕が体重の2倍だときついんで、1.5 倍とか何回上がるかみたいな。でも200だから余裕ですね。いや、余裕ではないんですけど、まあ回数重ねたら150。だって僕80しか上がらんのに5キロしか85じゃん。200上がって150でしょ。ちょっとずるいですね。ずるいですね。じゃあ、みくるさん、じゃあ60キロでいいですか。みくるさん60キロで、僕150キロ。ちょっとまだ不利じゃない。ちょっとまだこれ不利じゃない。まあでも返すからね。まあ一回なんかちょっとアップとかで、どのぐらい上がるか見させていただいて、はい、で、60が難しそうだったら55キロ。で、回数で何回ぐらいかって。あれ、コツありますよね。コツ、まあ体上げたりとかあるんですけど、なるべく上げずに、そうですね。つけた状態で腕だけですか。腕だけですか。それ150万枚なんですか。まあ今はちょっとあれですけど、いつからその記録になったんですか。週3ぐらいで140キロぐらい上げてました。生まれつきですか。生まれつきじゃないです。あ、高3で140キロです。高3で、あ、中3で、中3で100キロぐらい上げてました。もともと中3で100キロ、はい、もう最初から体型が、まあ地元で一人持つ感じです。何もやってなくて、あの筋トレだけでずっとやってたんで、中1から。あ、自分でやってたんですか。でも僕も、はい、あの格闘技引退したら上手くやりたいですよ。あ、本当ですか。ゴリゴリなのかなって。格闘技やると重くなっちゃうじゃないですか、はい、スピード重視と、はい、で、まあ、今つけてないですけど、はい、やりたいですよ。あれだけ動けて筋肉ついたらもうバキの世界の方になっちゃう。いや、体力落ちちゃうんですよ。あ、結構疲れますね。疲れますね。はい、でも本当にムキムキになりたい。その時お願いします。はい、ぜひお願いします。じゃあちょっとみくるさんの筋肉業界参入を待ちながら、今日まずベンチプレス対決をさせていただければ。わかりました。じゃあよろしく、はい、よろしくお願いします。このなんか動画見てみたら多分軽く感じるんですけど、はい、このぐらいのちっちゃいやつ2つつければもう米俵と一緒ですから。そうです、普通に重いですから。じゃこれまず20キロで軽くやってみますか。やっていいですか。はい、これ疲れさせるとしてないですか。いや、しないです。アップで、アップで、アップで、はい、いきなり60とか上げると大分にちょっと断裂しちゃったりする。断裂しちゃうんですか。はい、ここら辺ですか。はい、じゃあもうそのぐらいで、そのぐらいで、はい、胸グッと胸張って、はい、で、スッと上げます。で、胸張ったまま、乳首あたりのままとして、で、真上に上げます。あ、バッチリです。腰を上げちゃいけないですね。はい、胸は張った状態です。腕の力だけ。はい、胸の力ですね。そうです。上げた時にこう肩が前に出ちゃうと、肩の結構フロント痛めちゃうので、胸張ったままです。そうです、そうです、バッチリです。で、これでアップでちょっとずつ鳴らしていって、いや、僕もちょっと120ぐらいまでアップ入れるんで。
見えない。これ軽いですね。子供って感じですか。子供の輝いたみたいな感じです。本物の子供はじゃあもう綿が違います。綿が違います。で、今日みくるさんにはこれで回数何回なんか挑戦していただくという感じですね。わかりました。僕からですか。でちょっともうちょっとアップ多分入れた方がいいんで。え、本番のやつでアップするんですか。はい、1回だけ。1回だけ。はい、1回だけしようってなって。できないと思ってるのこれ。さすがにね、僕だってファイターなんで。いや、ファイター強いですからね。いいですか。はい、胸グッとあったまま。よ。OK です。あー結構上がりそうですね。いけそうっすか。はい、回数どれぐらい自信ありますか。10回ぐらいいけそう。あ、うわ10回ちょっとまずいっすね。これでも負けたらちょっとまずいっすね。ちょっと僕150なんで、もうちょっとだけアップいいですか。はい、これぐらい100ですね。はい、おぉ早いんだよ。コキコキやってるけどさ、これが100です。これちょっと重くなってきたなって感じですか。これまあ、やっと少し負荷かかってきたなって感じ。でもなんかあれですよね、はい、僕が前スパーリングで上取った時になんかそれ使ってこなかった。いや、あれはまたなんか別なんですよ。別なんですよ。はい、いや、みくるさん返されないような、なんか技使ってくるじゃないですか。なんか1トンぐらいに感じるんですよ。これが120で体重痩せるからな、引退後は。まあまあそうだね。今節制してるから、ね、あ、ちょっと重くぐらい。あ、いや、なんか妨害そうなんですけど、妨害ちょっとしなってなんか気持ちになってきた。なってきた。すごいね、今この辺の付け根の辺がね苦しいよって言ってたんですよ。これが120で、次じゃあ僕150いくんで、最初にクルさんからいいですか。え、150ですか。いや、160キロ。あ、60キロですか。さすがにちょっとみくるさんファンから僕ボコ殴りされそうなんで。150はもう化け物の世界ですよね。よし、じゃあ行きますか。みくるさん何発上がるか挑戦しましょうか。まあ10発は行きたいですね。はい、じゃあ僕から行きます。じゃあ行きます。せーの、離します。1、2、3、4、5、6、7、強い。8、9、10、1、2、3、4、5。15回。すごい、思ったよりいったぜ。これちょっとまずいな。何ですか。150なんだよ。あ、そうですよね。150ででも15回やったら結構強い。いや、めちゃくちゃやばいっすよ。やばいっすよ。はい、150で1回でもさ、これ問題があってさ、誰も支えれんぐね。あげてくれた時こっちが誰もいない。俺たち両脇に乗ってこの2人であげるしかない。いや、でもね、筋トレ楽しいわ。アドレナリン出る。へぇ、だから戦いにちょっと似てますね。あ、似てますか。うわーってなんか、うわーっていう気持ちいいっすね。これちょっと負けそうだな。あれ、どうしたんすか。はい、ということでじゃあ僕150キロ。これでも僕たち汚れた方がいいです。そうですね、一応潰れた時のためにいいです。潰れたらどうするんですか。俺たちを2人上げれるのまず。こうやってやってみて、2回入れるのちょっと軽く、せーの。おおって、これ大丈夫。僕も上げるんです。はい、大丈夫です。これ上がるってすごいですね。この授業ちょっと辛いですね。最初触らなくていいですか。はい、触らなかったら大丈夫です。最初は行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、あれ2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、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 2、3、
うおー、一緒すごっ重ったこれ150はきついですこれ15本はきついですさすがにすごいですねこれ聞いたのはこれ結構聞いたじゃないですか、筋トレとしてめちゃめちゃ聞きましたここまで追い込まないですねなかなか15本なんてやんない150で最後ちょっとやっぱ上げていただいたんでちょっと負けたかなもう上がってないですもうダメで上がってないですでも嬉しくないけど完全にさ試合に勝って勝負に負けてるからいやすごいっすよ、はい、ということでみくるさんとベンチ対決でちょっとあの150微妙に負けたかなと勝ってるんですよいやでもなんか今日に関してはみくるさんがめちゃくちゃ筋トレ強いってことが分かったんでそれはなんか嬉しいですねあ才能があるんですねはい、めちゃくちゃあります本当にじゃあ2年後ぐらいからよろしくお願いしますあ、ぜひちょこちょこね、ベンチプレスだけやりに行こうかなと筋トレも強くなってリアルも物理的にも強くて、はい、敵なしじゃないですかもういやいやもうザ男っすよねで、みくるさんと今日、ベンチ対決でした。はい、ありがとうございました。